明けましておめでとうございます。アントの渡辺智子です。皆様、お正月はどのようにお過ごしになりましたか？今年は少し寂しいお正月でしたね。会いたい人にも会えず、普通だったら家族揃ってお正月を祝って、おせち料理に舌鼓を打って、何気ない会話を交わして、そういう当たり前の日常がコロナの感染拡大で奪われてしまいました。私も母に会うことが叶いませんでした。でもそんな時、とっても嬉しかったのが年賀状でした。その年賀状に書かれている添え書き、書いていただいた方の手のぬくもりや近況のお知らせ、それで私は相手の方を思うことができました。私たちはつながっていますね。アントは嬉しい時も悲しい時も辛い時もみんなで分かち合う場所だと思っています。一日一日をしのいで、あの雪の下で春が来るのを待っている木や花たちのように、今年も皆様とお互いに励まし合って過ごしていきたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願いをいたします。